SCP-2639C はテンペスト認定を受けた現地の隔離室に保管されます。 SCP-2639C へのアクセスはレベル4職員に制限されます。実験は現在禁止されています。SCP-2639 は容積が1立方キロメートルの空間として顕在化する現象です。この空間内には異常な実体群とオブジェクト群、それぞれ SCP-2639A、SCP-2639B として、が実体化し、およそ1から2時間後に非実体化します。SCP-2639 を取り囲む不可視の障壁によって、SCP-2639A 個体群が、この影響範囲から退出するのは防がれています。SCP-2639A は、異常な兵器と防護服を装備した3体の人型実体です。各個体は、超人的な速度、旅力、持久力、負傷耐性を示し、苦痛や不快感を全く知覚しません。SCP-2639A 個体が破壊されると、負傷していない当該個体のコピーが、SCP-2639A 共領域のどこかに出現します。SCP-2639B は、SCP-2639A 共領域の各所に散在する、22の異なるタイプに分かれた、物理実体を持たないオブジェクトからなります。各実例は地面から 0.1 メートル上に浮遊し、一定速度で水平軸上を回転します。SCP-2639A 個体が SCP-2639B 実例に接触すると、オブジェクトは通常消失し、実体に有益な効果を及ぼします。観察された効果には、新たな異常兵器の付与、負傷耐性の増大、全般的な破壊力の向上などが含まれます。ある特定タイプの SCP-2639B、弾薬パックは SCP-2639A 個体、または異常でない人間が死亡した時のみ出現することが注目されています。SCP-2639C は1台のカスタマイズされたデスクトップコンピュータです。当該コンピュータは識別可能な電源なしで機能しており、大幅に改造されているクエイクのオンラインデスマッチを1997年からホスティングし続けています。デスマッチの参加者は、異常な手段でホストマシンに接続されており、1997年6月18日に失踪した10代の男女3名であると特定されています。2010年に SCP-2639C が発見されるまで、彼らは自分たちが10年以上にわたってゲームをプレイしていた事実に気づいていませんでした。事案231。日付、2009年8月18日。場所、トスカーナ州、シエナ。報告、4時23分、トスカーナ州シエナ郊外で SCP-2639 が発生。当該異常は、小さな教会を中心としていた。地元警察官が異常存在に対応したために、事態は深刻化し、最終的には教会の崩落を招いた。SCP-2639 に関連するすべての異常は5時41分に非実体化した。死傷者96名。カバーストーリー、ガソリン9000ガロンを積載したタンクローリーが横転し、発火して大規模な爆発を引き起こした。その後の火災で、教会の構造的欠点が悪化し、屋内にいた信徒の上に崩落した。ははは。俺の化学銃で、その顔を吹っ飛ばしてやったぜ。まあ確かに顔面荒れな感じにされたことはあった。科学じゃなかったけど。次のマップ選んでよ。またデスマッチ。ああ、ちょっと失礼します。え、誰？今すぐ消えな。優しくね。ごめんなさい、でもここはプライベートなサーバーなの。承知しています。お邪魔して申し訳ありません。しかしあなた方3人とお話ししなければいけないのです。バンシロ、次のマップ読み込めよ。待って、そもそもあなたはどうやってこのサーバーに入った？我々の発見したコンピュータからアクセスしています。あなた方の一人が所有しているものですね。グロリア・スタンフェルドさん。え、クソハッカーめ。いいからバンシロよ、行こうぜ。どうして私の名前を知っているの？我々は今、あることを把握しようとしています。あなた方の中に、今、自分がどこにいるかを説明できる人はいますか？なあ、なんでまだこんな嵐と話さなきゃなんねえの？待って、自分がどこにいるかって、
どういう意味？周囲の状況を説明できますか？あなたの前にあるコンピュータの画面以外をです。できない。構うとつけ上がるぞ。いや、そうじゃなくて、本当に説明できない。どうなってんの？この画面以外には何も見えないよ。わったわった、俺も見えない。あいつ一体何しやがった？オーケー、私は何もしていません。あまり納得できないこととは思いますが、我々はあなた方が全員このコンピュータに閉じ込められていると考えています。私も、つまり何も見えてない、このスクリーン以外。俺はそもそもどうやってタイピングしてんだ？キーボード見えない。まずは落ち着きを保つよう努めてください。困惑し動転しているのはわかります。しかし我々もまたこれを理解しようと試みていることは伝えておきたい。我々は助けるためにここにいるのです。しかしあなた方がこれ以上お互いに試合を行わないようにするのが必須事項でもある。なぜ？俺たちはどれだけ長くこうしてるんだ。どれだけ長くこのゲームをプレイしてる。何が起きてる？わった。まあ落ち着きなよ。大丈夫だから。これが何だろうと僕らきっと理解できるから。なぜ試合をしてはいけないの？マジで言ってんのか。誰が気にするか。俺はなんでこのクソ画面しか見えないのかが知りたいんだよ。いや、違くて、そこは賛成する。ただどうして私たちが試合しないのが必須事項なのか気になっただけ。あなた方を救助する試みを複雑にする可能性があります。 OK。 いつから僕らはここにいるんだ？夢の中で起きてるような感じがする。はっきり覚えてる。何百回も試合した。何週間でもここに居座れるぐらい。クソ。僕らの両親は何が起きてるか知ってる？いいえ、まだです。彼らはあなた方が全員1997年に失踪したと考えています。待て、なんて言った？1997年にってどういう意味だ？いつから僕らはここにいる？ハロー、今日の日付は？今は2010年です。え、まさか。そんなわけない。俺たちは10年以上ここにいる。もう10年以上もこんなゲームプレイしてる。どうして試合すると複雑になるの？黙れ。黙ってろ、知ったことか。俺たちはよりによって10年もお前のクソサーバーでクエイクプレイしてんだよ。なんで止めてほしいかなんてどうだっていい。ジム、ジム、よしてよ。ジム、畜生、クソ、ごめん、ごめんな。別にいいよ。試合を止めてこのことをじっくり考えなきゃいけないだけ。ジェイブライナー、まだそこにいる？はい、失礼しました。同僚と会ってどんな解決策が可能かを議論しています。いくつかの実験が必要かもしれません。おそらく一度試合を開始するべきでしょう。しかし実際にプレイする代わりに我々の指示に従っていただきます。 OK。 何をすればいいかだけ教えて。次のマップを読み込み、他に何もしないでください。動かず、攻撃せず、そのまま立っていてください。OK。 ハロー。よー、マップ読み込んだ。了解しました。何が見えるかを伝えてください。ただの別なカスタムマップ。広いフィールドと何本かの木。ゾンビとロットワイラーが何匹かいる。ロットワイラー？モンスターの一種。なるほど。他に何か、あなた方から見える識別可能な特性はありますか？識別可能な特性？なんでモンスター逃げてんの？いつもそうだろ。いや、いつもじゃないけどさ、大抵そうだ。そういうモッドの仕様なんじゃね？そっか。今まで考えもしてなかった。じっとしていてください。動かず、何も攻撃せずに。今あなた方を見つけようとしています。見つけようとしているって？クソ。グラントだ。動かないで。放っておいて。撃たれてるんだぞ。それでいい。死んじまうよ。復活する。ジム、ジム、やめて。撃たないで。ジム、今すぐやめて。撃たせておけばいい。ジム。わった、わった。
なんで、お前、そんなキレてんだ。グラントじゃない。人間だよ。何を言ってんだ。警察。それか、わかんない。兵士か銃を持った誰か。まさか。嫌だ。嫌だよ。そんな、なんかの胸クソ悪いジョークだろ。ただのバカバカしいゲームだろ。違う。ああ。ここは公園だ。俺たちは公園にいるんだ。今まで、ずっと俺がやってたのは、弾が必要になった時俺はただ、違うんだ。失礼しました。キーボードから離れなければいけない事情があったので、絶対に何も行わないでください。そのまま立っていてください。あなた方の居場所を突き止めました。回収班を派遣しています。僕らはどこにいるんだ。どうやって僕らを見つけた。どうやったと思う。きっとニュースを見るだけで済んだと思うよ。ハロー。誰かいますか？よう。用意はいいですか？あなた方が次のマップを読み込まないと実験が行えません。先生、今日はそういう感じじゃないみたい。どうしました？何か話したいことがありますか？ジムが僕らと口を聞かないんだ。ここ3日間ずっと黙ってる。あのね、私たちは感謝してるよ、ゴー。何もかも。あなたたちは、これがどういう仕組みになってるかの大部分を理解する助けになってくれた。出現する場所の選び方もつかんだ。でもなんていうか。俺は何人殺した？ジム。頼む。教えてくれよ。俺は、今までに何人殺したか知らなきゃならない。確認しなければわかりません。それに、仮にわかったとしても、その数字が本当に助けになるかは何とも言えません。1000人以上かな。間違いなく1000人以上のはずだ。ジム、やめてくれ。何が最悪って、俺はその人たちを弾薬のために殺した。そうすればダチを撃つことができるから。いや違う、それは最悪じゃない。本当に最悪なのは、俺がその人たちの顔も知らないってことだ。その人たちはみんなただのゾンビやグラントやロットワイラーだった。俺は自分がどんな人を殺したかさえ分かってない。僕らはみんなそうだよ。みんなが一緒に背負うべきことだ。無理だ。死にたい。死んで当然だ。でもどうせ復活させられる。また後で来てくれる、プレイガー博士。わかりました。ハロー、誰か。皆さんがそこにいるのはわかりますよ。まだ接続中なのがこちらからも見えます。あれから1ヶ月になりますけれど、もうあなた方は誰も我々と話そうとしない。いいですか、私もこれが辛いだろうとは分かっています。しかし、そこからただ隠れてばかりはいられないんですよ。さて、OK。あなた方は隠れられるのかもしれません。明日また来ます。ハロー。毎週のチェックに来ました。あなた方がまだそこにいるか、話す意思があるかどうかの確認です。何と言うべきか。OK、これはかなりプロ意識に欠ける言動かもしれないが、率直に言おう。君たちが姿を見せなくなってかなり経つものだから、上層部はもう君らが異常だとみなすことさえほとんどなくなった。だから、ちょっとした秘密を教えよう。私は君たちに、辛いことだとは理解していると言い続けている。しかし、本当の問題は、私には見当もつかないという点だ。これが君たちにとって、どれほどの苦しみかは誰にもわからない。私たちの誰一人として、これが、どのような現象かを見極めることさえできない。君たちはみんな、気づかないうちになぜかゲームに取り込まれてしまった、ごく普通の若者たちだ。我々が知る限り、君たちは物理的な肉体を持たない。そして、自ら進んで犯した過ちではないにせよ、君たちは結果的に。数は1531だった。少なくとも、それが我々に確認できた範囲だ。つまり、死者という意味だが。そして私は、これがどういうものかを真に理解できるものが、我々の中にそう多くいるとは思っていない。ある日夢から覚めてみると、それは夢ではなく、大切に思っている人々と過ごしたはずの記憶のすべてが実際には。私にも、10代の息子が一人いる。
だから、なんだ、理解できるとは言わない。しかし共感している。もし、こういうことが息子の身に起きたら、私は何を思うだろうと想像してしまう。そして、わからない。起こり得るという事実が、私を怯えさせる。君たちの誰一人として悪だとは思わない。私は、君たちの身に起きたことは、不公平だと思う。不公平を超えている。しかし、暗闇に隠れ続けてどうにかなるとも思っていない。我々と話し合おう。我々のためだけじゃない。君たちのためだ。OK、話は以上だ。ぐだぐだと続けてすまなかった。普段のやり方じゃないのでね。来週また来る。助けてくれ。まだ君たちはそこにいるか？君たちと会話を試み始めてからどのぐらい経ったかわからない。だがお願いだ。答えてくれ。君たちの助けがいるんだ。ハロー。頼む。反応してくれ。よ。ああ、よかった。助けがいる。私はこの研究室に閉じ込められている。なぜ？収容違反が起きている。何それ？すべてを教えるだけの時間はない。だが、簡潔に言うと、君たちは我々が収容している唯一の異常な存在じゃない。その中には、怪物もいる。うち一匹が自由になった。OK！ 私たちにそれをどうしてほしいの？我々を助けてくれ。お願いだ。自分が何を言ってるか分かってないでしょ、先生。他の二人がまだここにいるかさえ分かんないのに。やつがホールの外で暴れているのが聞こえる。頼む、やつは人を殺している。そいつと戦ってほしいの？そうだ。まだ生きてた？分かんない。多分そう。助けてくれないか？どうする、G？ なんで私に聞くの、トム。お前がリーダーだからだろ。ジム？マジで？まだここにいたの？死ねないんだ。だから、まあな。お前が決めてくれ。無理。だって、私たちがみんなおかしくなったのは、私のせい。死んだ人たちのことで自分を責めてるのは知ってる。でもジム、それは、あんたのせいじゃない。絶対に違う。あれは私のコンピュータで、私のモッドで、私のサーバーで。できない。バカ言うな。できるさ。決めてくれ。お前の指示に従うよ。助けてくれ。ドアを破っている。マップロード中。今向かう。ハロー。よー。みんな今日の気分はどうかな？マシになった。お互いたくさん話した。何人の人が死んだの？昨日のこと。まだ継承中なんだ。それでも、君たちがいなかった場合に予想された数よりも大幅に少ないよ。OK。よかったって意味。あのね、私は、率直な答えが聞きたい。私は、もう答えを知ってると思う。だから、もし嘘ついたらわかる。また、黙って過ごすやり方に戻る。だから、次の質問には、正直に答えてほしいの。OK。OK。モンスターの他に、私たちは誰も殺してない？つまり、モンスターじゃない人。ああ。確かなの。確かだ。私自身と他二人を別とすれば、君たちが出現したエリアのものは、全員すでに死んでいた。OK。私たちもそうだろうとは思った。ただ、はっきりさせておきたかったから。たくさんの話をしたと言ったね。何について？決断を下す時が来たと思うんだ。決断？そう。あなたたちはもうどれくらいになるかもわかんないけど、長い間私たちの実験してる。でも私たちはまだここに閉じ込められてる。あなたは私たちに家族と話をさせてくれないし、実験でやることはバカみたいなペットゲーばっかりだし。わかっている。すまない。君たちと家族の会話を許可できたらいいのにとは思うよ。特に君たちは私の命を、この施設の全員の命を救ったんだから。しかし、君たちの状況は複雑だ。うん、分かってる。でも要点はそこじゃなくて。お前らも、
お前らの実験もクソ食らえってんだよ。要点はそれだ。もっと本当に言うとね、私たちがここから出られるとは思えないんだ。そうでしょ？すまない、考え事をしていた。君たちが実験への参加をやめる以前、我々は解決策を探っていた。しかし正直なところ、どうすべきか分かっていない。君たちが我々との意思疎通に使うコンピューターを調べてはいるが、そこから君たちを回収する手段は発見されていない。そもそも君たちの精神がコンピュータの内部にあると示唆する要素が全くない。どこかの外部ソースから接続しているという方が近いようだ。ゲームの強制シャットダウンについても論じ合ったが、それはほぼ確実に君たちとの接触途絶を意味する。そして君たち同士の接触も断たれてしまうだろう。うん、そうだろうと思った。つまり僕らはここに閉じ込められっぱなし。あなたたちの実験に付き合いながら、コンピュータがいつか壊れるのを待つしかない。そしてその日が来たら、僕らは孤独になる。もうお互いに話すこともない。ただ永遠の暗闇があるだけ。わお、オーケー、エモガキがいる。君はこれが好きだったよね。はは。それで私たちはどうすれば助けになれる？何をすればいい？俺たちは何かしたいんだ。で、正直な話、今の俺たちはうまくこなせることなんて一つしかない。私たちはもうかなりの被害を出してきた。私たちのせいで人が死んだ。私たちはそれをゲームだと思ってた。でもそれで死んだ人たちの重みが軽くなったりはしない。でも私たちにはどうにもならない。それを修正したり、なかったことにしたりできない。それに、うん、私たちにできるのは、コンピュータの電源を落とすように、あなたに頼むことだけ。そして、償い化して、暗闇に一人座り続ける。でも、それは、どのみちいつか起きる。だから、それまで。そう、それまでの間、僕らは命を救えるんじゃないかと思うんだ。どのように？よせよ、あんたマジで言ってんのか。頭使ってんのかよ、ドアホ。俺たちはエンドレスループ殺人祭りの中でお互い10年以上も殺しの練習して過ごした、抑止不可能ほぼ不死身のデジタル死神だぜ。協力プレイの準備はできてる。一つだけ条件がある。人間はなし。俺たちは人を殺さない、絶対に。丸。議論終了。モンスターだけだ。上司と話さなければいけないだろう。ハロー、よう、許可が降りたよ。部隊任務。機動部隊オメガ9は圧倒的戦力の派遣を必要とする極限状況へのほぼ瞬間的な展開が可能な3体の異常実態で構成されています。部隊の主たる役割は暴力的、敵対的な異常存在の収容違反に対する即時対応チームです。これら3実態との合意の一環として、機動部隊オメガ9は敵対的な非人間ターゲットの排除にのみ派遣されます。収容支援の対象オブジェクト SCP-3797-ARC